今のこれのところとかももう これをもっとこう彼を見て、そう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 、溜めて溜めてみたいな、うん、今は結構彼がこうやったらこうしてこうしてっていうのがすごく見えるから、もっとこう手つかんだもうこうあっていうので、もうちょっとこう見つめてもいいかもしれないし、結構やっぱりね、すごくアイコンタクトが必要なのよね、もっとね、うん、スタジオの中でって難しいけれども、でもこのパズルはもう本当にそこが一番肝心なところだから、やっぱりこう見つめて、うん、なんかジュレットかなり積極的になってるんだけれども、今もうね、手ってやっぱり気持ちともこう一緒に行ってたから、手を出されたら最初こう手、そこからこれすごくこれが大切なのよ、ケネスのパルズ最初にもあるでしょ、これからこうして、気持ちから言って、うん、そう、今なんかどうもね、こう手とこう体とが一緒になっちゃうから、手をこう二人でこう、だって手を握り合うのだってもうドキドキするあれだから、手握って、うん、そう、でも二人ともが手をこう、そこはもう二人で手に集中して、そう、良くなってる、大丈夫で、今のリフトね、つける、平気、それでどう、ここなんかこういう感じで渡して、あ、でもかなり、そしたら今下だね、なんかやりにくそうなんだよな、でも人それぞれだから、どんな感じ、苦しい なんかほら、もうちょっと上だと反りやすいとか下の方がとかっていうのあるから、あの男性に言って、一緒のところにしてる、微妙にずれた方がいいのかもしれない、ちょっと、これさ、あんまり開くこと考えなくても大丈夫、これいいんだもん、あんまり意外とこのなんかこうターンアウトとかそういう感じでもないのね、あのリン・シーモアがこうもっとまあすごく綺麗なね足の人だから、こうもう思いっきりいけちゃうんだけれども、でもなんかそのクラシックのちゃんとしたターンアウトとかそういうのよりはもっとこうパッションだったりとか気持ちの方を重視するパドゥだから、あんまりこうカチッとこうクラシックみたいにこうとかじゃあもっとこうとかね、もう本当に自由にこうやっていい感じだから、
あんまりでも何回もやって腰痛めないように。はいはいはい。OKOKOK。できるな。まあでもね、リフトしてたからちょっとあれだけど、できればもっとこれを使ってほしい感じ。今ちょっと。でもまあ今の大丈夫、それで、はい、ちょっと音楽なしでちょっと一回だけリフトポーズして、今大丈夫？でもなんか足がすごく上がっ、うん、だから多分背中つらいよね、こうこうなっちゃうよね。できればそう、あのね、男性つらいんだけれども、できれば足をもう少し低めにしてくれると女性もうちょっとこう状態を上げられる、うん、かなりつらいよ、 足もももとか。はいはいはい、大丈夫？つらい、うん、うん、そう。でもこれみんな苦労する、うん、でも女性としてはやっぱり足がこうでボディがこういう感じ、あんまりこう上がっちゃうとね、かなりこう背中柔らかい人じゃないとこれはつらいのね、うん、リフトも良かったです。でもなんかもうこうなんだろうな、リフト行くぞみたいなのがもうちょっとこう、え、そういうんだったら戻るわみたいな。だって彼がこうやって止めるからね、見えないけれども、うん、そうそうそう、その one of the difficult things here at the Royal Opera House is that theatre, to project in that theatre, because it's a horseshoe shape like that, and if you're sitting at the back of the grand tier there, for the dancer way back there to be able to actually project there and even up to the top, which is very high, it's difficult. Projection it is so important. Projection and focus. I mean, I can't really demonstrate it, but you know, if you're going to take an eye movement and it's going to go out somewhere, it has to really, the eyes, the head, the nose, everything has to follow through to a certain point. And you find a lot of dancers, even now, find that quite hard, and they go through and it goes to anywhere. And that's what audiences, that reaches out to the audience, and it should be on everything you do all the time. The head and the eyes are so important.